ナムブイ皇后、ナムブイは、モンゴル帝国第五代皇帝、クビライの皇后の一人。自らのおばで、クビライの第一皇后であったチャブイの死後にめとられ、チャブイの生宮としての地位を受け継いだ。原子などの漢文史料では南必ず、修氏などのペルシア語史料では、と記される。修氏によると、ナムブイは、コンギラト部族長で、モンゴル帝国の創始者。 チンギスカンに仕えたデイセチェンの孫、ナチンの娘として生まれた。ナチンの姉妹で、ナムブイにとっては叔母にあたるチャブイが、資源十八年に亡くなるとクビライにめとられ、その約一年後の資源二十年に正式に、チャブイの後を継いで皇后とされた。終始、クビライカーン期によると、チャブイ自らが、自らの死の一年後にナムブイを、自らのオルドに入れるようにと希望しており、クビライは、 その希望通り、ナムブイを扱ったという。この頃すでにクビライは高齢であり、ナムブイは進化に変わって、相乗を行うなど、よく調整に携わっていたという。クビライとの間にテムチという息子を産んでいる。ナチンはデイセチェンの息子アルチの息子にあたる。原始巻118列伝五徳節前伝、特節前、生、廃止骨児、広木散らつ子小岩クアンチン 弟、納めちん、としひの富がさねまんこ。原島き114列伝一公飛伝は、ナムブイを、ナチンの孫先導の娘とするが、これでは、世代が離れすぎてしまうため、終始に従って、ナチンの娘とするのが正しいと考えられている宮2018,819ページ、原始き114列伝一公飛伝、南必ず皇后、広吉散ら氏、 おさめちん先導の女なり。資源二十年、おさめため、皇后、次、森政宮。次世祖春獣皇、早生愛新つねふとくみみかど、調印古総寺園、原島巻百十四列伝一公秘伝、あり小数と、名鉄別赤なお、この手目ちは、終始、久ビ来イカーンでは、久ビ来の、第十二子、名は、不祥とあり、名前が記されていない。 ありがとうございます。